こんにちは、小林愛子です。今日は車の中からお届けしてます。書くことで願いを叶えていこうというお話を今日もしたいと思います。2回目ですね。書くことね、前回もお話ししましたけども、今回は書いた後注意してほしいことに関してお話しします。何書いてもいいんですけども、書くときってやっぱりね、望みこんな風になったらいいなとか、なんかこんなことが起きたらいいな、こんなのが手に入ったらいいなっていろいろあると思うんですけども、何を書いてもいいんですよ。書くときってすごいワクワクするじゃないですか。なんか、もうみんな頭の中こうイメージしながら書くと思うんだけども、その作業はすごく大事で、でその後気をつけてほしいところが、その書いたことに執着しないっていうのがすごく大事なことなんですよ。そう、執着しないってどういうことかっていうと、その願いがもう叶わなかったらどうしようとか、あと、手に入らなかったらどうしようとか、いつも心配しているとか、そう、それがね、もう願いが叶わない最大のポイント。なので、こうなったらいいな、ワクワクっていうところで、もう完了なので、あとはもうその心配とか、執着っていう、言ってしまえば執着なんだけどね、願いが叶わなかったらどうしようっていう、その気持ちを手放すっていうのがすごく大事です。だから、何度もこう読み返して、こう自分にインプットしていくっていう作業も、願いを叶える方法の一つではあるんだけれども、そこにそのなんていうの執着みたいな重いエネルギーを乗せないでほしいなっていうのが今日言いたいお話なんです。そう、だからね、自分自身がその願いを叶えるときに常にこうワクワクしている状態っていうのがとても大事なので、なんかこう重いエネルギーを乗せてほしくないなっていう、思いエネルギーを作り出してほしくないんですよ。願いを叶わなかったらどうしよう、もうこれが入らなかった、手に入らなかったら私もう人生終わりみたいな、そういう重いエネルギーを乗せずに、こうなったらいいなっていうルンルンって気持ちで書いて、もう叶うよねっていう気持ちで、もうあとはノートパチって閉じて、もう普通に過ごしてもらったらいいと思います。そうで、1ヶ月後とか、1週間後とか、何日後でもいいんだけど、そのまた見返した時にまたルンって気持ちになるじゃない。あ、そうだ、私こんなこと書いてるとか、また思い出して、そのルンって気持ちになるのがすごい大事なんです。で、そのノートの、私はノートの書き心地とか、ノートの質感とか、デザインとか、ペンももちろん今はすごく大事にしてるんですけども、そういったものにもこだわりを持って、これで書くと気持ちいいとか、なんか心地よい。そう、そこがすごく、ブリアンナの設定ノートと、今万年筆出してますけども、それの、大事なところなんです。そう、皆さんね、本当に好きなものがあったらそれを使ってもらって全然構わないので、ただ願い事を書いたら執着しない、そう、こんな風になったらいいな、ルーンって、それで普段楽しく過ごしてもらうのが一番いいです。そう、願い事に重いエネルギーを乗せないように気をつけてくださいね。そう、日々を楽しく過ごすことが一番願いを叶える、そう、最短の方法かな。あとはもう本当簡単に言うと、口に出して願い事をなんか人に話すとか、そういったやり方もありますけどね。またそういったことに関しては別の機会にお話できたらいいなと思います。ではでは、またね。